皆さんこんにちは。全国外国人雇用協会留学生就職学院の郷田千佳です。今日ね、ビザの許可はがきがまたいくつか届きまして、その中の一人の方が、以前ね、技能実習生として来日された方でしたので、ちょっとこの方のケースをね、ご紹介したいと思います。今回この方は技能実習から変更ではなくて、技能実習生のビザから一旦は家族滞在に変更されてました。で、その後今回、技術人文知識国際業務技人国と呼ばれている、一般的には就労ビザと呼ばれるビザですね、これに変更しています。技能実習、で来日して、家族滞在に変更して、その後、技人国という流れですね。でもちろん家族滞在に間入ってなくても技能実習から技人国もできます。でその場合ですね、原則といいますか、技能実習生のルール、技能実習制度の、ルールというか、まずはその技能実習制度の建前ですね、建前というとおかしいですね、制度の目的は、日本で技術を学んで、それを、母国に、持って帰って、その技術を広めるというのが、もともとっていうとおかしいですね、技能実習制度の目的なので、一度帰国するっていうのはこれ大原則です。やらないといけないね、技術の移転というか現地で広める活動で、これをやってその後、技人国を取ったというケースはもうたくさん、これまで私たちも手伝ってやってます。ただですね、このコロナの、いろんな状況が出てきてからなかなかね、こう帰国が難しいって、それでも技能実習終わった人はどうするんだというふうになった時に、もちろん特定技能という道が、用意されているので、それはスムーズにできるんですけど、やっぱり学歴があるとね、技人国取りたいという方も結構いらっしゃいます。で、技術移転ができてない、段階での、技人国っていうのは昔だったらね、必ず不許可ということだったんですけど、最近というか、このコロナの時は特別に、技術移転の期間がなくても許可が実際は出てます。で、この方の場合も、家族滞在で、その後もそのままね、技人国になってますので、技術移転の期間はないということになります。で、こういう特別の対応がいつまで、されるかっていうのは今のところ分かりません。いずれね、亡くなって前と同じように、一度帰国して技術移転してくださいというふうになるとは思います。ですからね、ちょうど今技能実習が終わるような方は、転職じゃない、就職活動をしっかり頑張って早く内定を取って、技人国ね、取りたい人は申請してみたらいいと思います。ただしその時にね、注意点はもちろん学歴があることがこれ大前提ですけど、学歴っていうのは母国の大学ですね。技能実習の方で日本のね、専門学校行くっていうことは、ほとんどないと思いますから、母国の大学を卒業してる。ただしこの学歴を技能実習の、ビザを取る時に書いてないと結構難しいです。全く無理って、絶対無理ということではないですけど、かなり難しい。ですので、ご自分が技能実習の時に学歴を、ちゃんと書いたかどうか、これは把握しておく必要があります。過去の資料をよく見て、書いてないなら書いてないで対策を取る、で書いてる場合はそのままね、申請をするということになりますので、ここね、意外というかね、すごく重要なポイントですから、皆さんあんまり気にしてないかもしれませんけど、すごく重要ですのでね、ぜひご確認の上、申請してみてください。ではまたね、次回の動画でお会いしましょう。さよなら。